映画アバウトタイムで神シーンを残したレイチェル・マクアダムス。どこに行ってもファンに巻き込まれ愛されてる彼女が、デビュー前はマクドナルドの従業員だった。しかも毎日トラブルを起こすトラブルメーカー。今日はハリウッドの俳優たちがデビュー前&無名時代にしていた意外な仕事たちを紹介します。マッチョマッチョマッチョ。マーベルで筋肉バカを演じ、雷神ソーを演じ大ブレイクしたクリス・ヘムズワース。若い時にも筋肉持ちだったので体を使う仕事をしていたんだろうと思ったら、なんと彼の初仕事は搾乳機の洗浄。え、牛の？ううん、人間の。アメリカ TV ショーで明らかになった事実によると、オーストラリア出身のクリスは極貧生活を送っていたため、家庭のために14歳から仕事を始めましたが、そこで選んだ仕事が薬局で搾乳機を洗う仕事。My first job was cleaning out breast pumps. It was the truth. I said it was the truth! 電動搾乳機のレンタルを行っている薬局だったので、そこでお客さんが借りて使った搾乳機が返却されたら、歯ブラシやスプレー、タオルで乾いた母乳とかをきれいに掃除していたと、自分の経験を詳しく説明しました。 G.I. ジョー。キングスマンゴールデンサークルで活躍したアナザーマッチョ俳優チャニング・テイタム。彼の特技はダンス。ステップアップで主演に選ばれるほど素晴らしいダンスの実力を持っているので、女性ファンはもちろん彼に憧れる男性ファンも多いのですが、そんな彼がデビュー前にしていた仕事は男性ストリッパー。18歳から男性だけが入れる店で始めた仕事なんですが、当時観客の反応がすごくて、週末やイベントの日には楽に数百ドルのチップを稼いだそうです。チャニングはナイトクラブで女の子をナンパしながら学んだダンスを自分の仕事に生かしたといいます。そして彼のこの話にインスパイアされたスティーブン・ソダーバーグ監督は、チャニングを主演に男性ストリッパーの話を描いた映画マジックマイクを作ります。この映画は制作費700万ドルで 1.6 億ドルを稼ぎ、20倍を超える成績を出します。そして自分の過去を恥じずに隠さないチャニングの姿に多くの女性ファンができ、最もセクシーな俳優1位に選ばれました。私たちの不動のナンバーワン X-Men、ヒュー・ジャックマン。演技、歌、声、何でもできるヒューがデビュー前にしていた仕事は、ピエロ？ああ、これじゃない。これでもない。20代のヒューは俳優を目指しながら生計を立てるために3年ほどピエロを演じたといいます。身長188センチ、イケメンのピエロってプレステージやグレイテストショーマンで見せたように子供からの人気が多いと思いきや、評判最悪のピエロだったらしいです。今は特技のジャグリングも上手なんですが、仕事を始めたばかりのヒューは手品のようなトリックが何一つできなくて、あるパーティーでは6歳くらいの子が立ち上がって、ママこのピエロ最悪だよ、何にも芸ができないよと叫んだと言います。ちなみにこの時一ショーあたり50ドルもらっていたそうです。またピエロを演じる前には学校で体育の補助教員として働いたそうです。ヒューがスターになった後、あるレッドカーペットで記者になった教え子と再会する瞬間が報道され話題になりました。約30年前の教え子を成長していたのに一目見て気づいたことと、その時のことを生々しく覚えているヒューの姿に世界中のファンは大ファンへ進化していきます。見事な演技力を持っていますが、長い間注目されなかったマシュー・マコノヒー、リンカーン弁護士から注目され始め、ウルフ・オブ・ウォールストリートでは短い出演で主演を圧倒する演技を見せ話題になりましたね。そんな彼がデビュー前にしていた仕事は鳥小屋の掃除。デビュー前に自分探しの旅にオーストラリアに行ったマシュー、そこで生活費を稼ぐためにしたバイトが養鶏場の掃除でした。鶏が外で羽を伸ばしている間、声にするための鳥の糞をかき集めたり、養鶏場内を水できれいに洗い流す作業をしたといいます。いろんな仕事をしてきたマシューでしたが、農場育ちではなかったのでこの仕事が一番記憶に残っているそうです。
ハリウッド俳優兼映画監督ジョージ・クルーニー、ネスプレッソのコマーシャルで3000万ドル、約33億をもらった芸能世界の大スターなんですが、そんなジョージも大学を辞めた後、売れるまでタバコの栽培、婦人靴の販売、保険の訪問販売員など様々な仕事をしたといいます。彼ならどんな仕事でもかっこよくできそうなんですが、どの仕事もうまくいかずすぐクビになったらしいです。特に保険の販売初日、彼が売った保険は1件、しかも次の日、その方が亡くなったと自分の下積み時代について語りました。今まで紹介した俳優たちの経験してた仕事がちょっと変わっている、もしくは意外な仕事だったら、私たちに馴染みのあるお店で働いていたハリウッド俳優もいます。愛おしい笑顔で世界中の男たちの心をキュンとさせたレイチェル・マクアダムスです。君に読む物語でブレイクする前、レイチェルは3年間マクドナルドで働いていたといいます。彼女はなぜ店長が自分を雇い続けていたのかよくわからないとインタビューしましたが、レイチェルは仕事が全然できなかったそうです。毎日トラブルを起こしがちで、よくドリンクの機械を壊したといいます。また普段からぼーっとしていたり、のんびり屋なのでいつも行動が遅く、レイチェルがレジを担当したら列が店の外までできていたそうです。結局店長はレイチェルに入店したお客さんをフレンドリーな声で迎える挨拶係だけを任せたといいます。ハンバーガー食べに行ったらレイチェルから声をかけられるなんて、店長ナイス。仕事がよくできた女優もいます。ハーレイクイーンで人生逆転、セクシー女優マーゴットロビーです。彼女は小さい頃からお金を稼ぐことに強い関心を持っていましたが、家の掃除をしてお小遣いをもらうのは基本、家族にマジックの披露をしたり、道端で弟のおもちゃを売ったりしてお小遣いを稼いだといいます。14歳からはバーテンダーのバイトをしながら本格的にお金を稼ぎ始め、清掃員やサーフィンショップの店員などいろんなバイトをします。そして17歳から女優を目指し、オーディションを受けながら生活のためにした仕事がサンドイッチやサブウェイのバイトだったそうです。バイトの経験が多かったおかげで彼女は仕事が早かったといいます。特にサンドイッチを作るのがうまかったといいますが、マーゴット自身もこれにプライドを持っていて、他のスタッフのサンドイッチの作り方が気になってしまい、バイトを辞めてからはお店に行かなくなったといいます。2人以外にもマン・オブ・スティールやメッセージのエイミー・アダムスはフーターズで、プリティ・ウーマンのジュリア・ロバーツはアイスクリーム屋の店員そして最もセクシーな女性、トランスフォーマーで一躍スターになったミーガン・フォックスはバナナの着ぐるみ。15歳のミーガンはお金を稼ぐために近所のスムージーカフェでバイトを始めますが、当然飲み物を作る仕事をすると思っていたら、いざ採用されたミーガンに任せられた仕事はバナナのコスチュームを着て通りに出ていき、踊ってお客さんをお店に案内すること。しかも顔の部分に大きな穴が開いていて、みんなに顔が見られたといいます。ある日は学校の友達が何度もそこを行ったり来たりして卑猥な言葉を投げかけたという事件もありました。この子アホですね。オーシャンズシリーズワールドウォー Z で主演を演じ、現在は映画制作も務めているブラッド・ピット。彼も同じ仕事をしていましたが、ファーストフードチェーンエルポロロコのチキンのぬいぐるみを着て接客をしていたらしいです。ちなみにこの店の意味はクレイジーチキンだそうです。有名になる前までは生計を立てるためにいろんな仕事をしてましたが、その中でもストリッパーの運転手がちょっと変わった経歴です。ストリッパーをパーティーなどに連れて行く仕事でしたが、現場に行ってお金を集めたり、テープに録音された音の汚い音楽を流したり、ストリッパーが脱いだ服を受け止める仕事もやったらしいです。ブラピはこの仕事をやっていくにつれ、どんどん憂鬱な気分になったといいますが、そのストリッパーが演技講座もしていたので、そこで何か学べることはないか探していたそうです。ブラピはこの時を、私が方向性を乱すための非常に重要な時期だったと言いました。はい、今日は輝いているハリウッド俳優たちがそうではなかった時にやっていた仕事たちについて調べてみました。最後のブラピのように、現在自分がやっている仕事が自分の夢ではなくても、いつかは叶える夢のために準備する心持ちが大事だと思います。今日の動画が面白かったらチャンネル登録、いいね、コメントお願いします。 To that I say, all right, all right, all right.